はい、おはようございます。おはようございます。感謝京都新聞の堀内です。よろしくお願いします。会見始めたいと思います。大臣から冒頭発言お願いします。はい、おはようございます。冒頭私から一つご報告があります。本日の朝、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の一部を改正する法律案が閣議決定されました。本法律案は国際的な宇宙開発競争が激化する中、宇宙分野の研究開発において我が国の産学官の総力を結集し、宇宙空間の利用を通じた経済社会の変革を加速化するため、 JAXA の目的及び業務に民間等の研究開発に対する助成業務を追加するとともに、基金の創設などの新たな内容を盛り込んだものです。今後国会審議を通じて本法律案の内容や必要性を丁寧に説明し、速やかな成立を目指してまいります。私からは以上一件です。ありがとうございます。感謝から一問お願いします。本日は、はい、世界子どもの日ということで、いわゆる子どもの権利条約についてお尋ねします。日本は条約に批准しておりますが、残念ながらこう学校現場で、なかなか浸透していないというような、十分にですね浸透していないというような指摘もあります。さらなる周知に向けて、どのように取り組んでいくおつもりかお聞かせください。はい。児童の権利に関する条約は、児童の人権の尊重および確保の観点から必要となる詳細かつ具体的な事項を規定したものであります。我が国は1994年の批准以降、条約の周知やその趣旨を踏まえた人権教育等の取り組みを進めてきたところです。本条約においては、各学校において人権教育における子どもの人権をテーマとした学習で用いられているほか、中学校の社会科や技術家庭科、高等学校の家庭科等の教科書においても本条約について記述されております。学校ではこうした教科書を用いて人権に関する指導が行われているものと承知しています。これらに加えまして、当省では昨年12月に改定した生徒指導提要において、児童の権利条約に関する記載を追記するとともに、子どもの人権を含む人権教育に係る指導方法の改善、充実に向けたモデル事業の実施、教育委員会の担当者を対象とする各種会議等の場における条約の内容の周知などを進めているところです。引き続き各学校において児童の権利条約の趣旨を踏まえた取り組みが浸透するよう取り組んでまいります。以上です。ありがとうございます。それではご質問ある方は社名氏名を明らかにしてからお願いします。はい、どうぞ。共同通信の池田です。スクールロイヤーの件でお尋ねします。はい。先日文科省が発表した調査で、スクールロイヤーを配置しているのは39都道府県の教育委員会で、活用が進んでいない自治体もあるということが分かりました。はい。特に市区町村では配置できていない自治体が多いことも明らかになっていましたが、これについて大臣のご所感をお聞かせください。はい。今ご指摘のとおりです。当省が実施した調査において、昨年度令和4年度にスクールロイヤーへの相談体制を構築している都道府県が39都道府県である一方、そのうち9都県で県配置のスクールロイヤーを市町村が活用できていないという実態が明らかになりました。当省としては、小規模な市町村をはじめスクールロイヤーの配置が困難な市町村も多いことから、都道府県配置のスクールロイヤーを域内の市町村も活用可能とすることが重要であると考えており、その旨を各都道府県教育委員会に対して依頼し、取り組みを促しているところです。また配置支援については、地方財政措置を講じているほか、当省では各教育委員会における体制整備に資するよう、スクールロイヤー配置アドバイザーを設置するとともに、法務相談体制の構築に向けた手引きを作成しているところです。特に未配置の8件については、今後個別に状況を伺い、配置に向けた助言をすることとしております。
当省としてはもっぱら教育行政に関与する弁護士がその専門的知識経験に基づき保護者等の過剰な苦情や不当な要求いじめにかかる対応等について支援する法務相談体制の整備が重要であると考えており今後とも教育委員会における整備を支援してまいります。はい、はい、読売新聞の中根です。よろしくお願いします。はい、冒頭の発言に関連してなんですけれども、はい、JAXA 法の改正が実現すると宇宙戦略基金を JAXA に設置することができるということですけれども、宇宙戦略基金こう成長投資という意味では意義があると思うんですが、まあ、一般的に最近基金めぐってですね額が膨れ上がっている点ですとか低い執行率が問題視されています。まあ、この基金きちんと執行できるように、文科省としてはどのようにこう取り組まれていくのか教えていただけないでしょうか。はい、まあ、ご指摘の通り基金一般に対してそういう厳しいご指摘があるのは承知しておりまして、まあ、こういったことをご指摘を受けないようにしないといけないという問題意識は当然持っております。今回の宇宙戦略基金は宇宙開発利用にかかる専門性や知見を生かしつつ民間企業や大学等が行う研究開発を支援することが必要であるため JAXA に設置執行していくものであります。これまで JAXA では広く提案を募り相手先を選定する共同研究等を行ってきていることに加え令和4年度の補正予算で措置された中小企業イノベーション創出推進事業において運営支援法人としての業務も担っております。本事業の運営に必要な知見や経験が一定程度蓄積されているものと考えています。また宇宙基本計画には JAXA の人的資源を拡充強化する旨が明記されております。人的資源の拡充や外部人材の登用も含め内閣府をはじめ関係府省と連携し基金の適切な運営に向けて JAXA の体制強化にしっかり対応していくつもりです。その他ございませんでしょうか。あ、はい、どうぞ。TBS テレビの竹野子と申します。石川県設置地が2013年に開催されております。国際五輪の招致活動で国際オリンピック委員会の委員に対し内閣官房交渉費を用いて同等に応募したと発言されました。自身の発言については文科省に確認した上で実務認定を行わされていますが贈り物の授受が事実であれば IOC の臨時規定に触れる可能性があることも指摘されています。事実関係などどのように報告を受けていらっしゃいますでしょうか。また今後経緯など調べるというのがあるでしょうか。まあ、報道でそういうようなことが出ているのは承知しております。そしてただその派生知事の方で、その後発言をした後事実誤認として撤回をしておられるものと我々は思って、まあ、理解しておりますので既に発言を撤回しておりますので私からコメントをすることはありません。その他よろしいでしょうか。なければこれで終了したいと思います。どうもありがとうございました。